サッソディセスとは、ドロミーティの標高2539メートルの山である。イタリア共和国トレンティーノ・アルト・アディジェ州、ボルツァーノ自治県のトレチーメ自然公園内にある。ドイツ語では、ゼクステンシュタインと呼ばれる。イタリア語、ドイツ語ともに6番目の岩という意味である。サッソディセストとトッレディトブ、リン山の南側は、急峻な崖である。約400メートル北には、標高2617メートルのトレディトブ、リン、南東のふもとには、ロカテッリ小屋がある。サッソディセスとは、コルティーナ・ダンペッツォの約17キロメートル北東、西に向かって流れるリエンツァ川の水源を3方から囲む稜線の北側に位置する。リエンツァの谷は、南北、約2キロメートル幅、谷の南にトレチーメディ・ラバレード、東に、モンテパテルノがある。第一次大戦中、イタリア王国とオーストリア・ハンガリー帝国の戦場となった。山腹や周辺に戦争中にイタリア軍が掘った坑道が残る。オーストリア軍はトレディトブ、リン頂上に迫撃砲を配備していた。この場所での最初の衝突は1915年8月である。オーストリア軍は南から侵攻するイタリア軍をサッソディセストで食い止めた。同年10月30日午前1時、山の南側で戦闘が始まった。イタリア軍の砲撃により午後1時、オーストリア軍は後退。翌11月1日、オーストリア軍は山頂を取り戻したが再び押し返された。この後の天候悪化により、これがこの山をめぐる1915年最後の戦闘になった。1917年3月、オーストリア軍は積雪にトンネルを掘り始めた。4月11日、サッソディセストのイタリア軍を夜襲、冷兵器や手榴弾による戦闘となった。1時間半後の深夜、数で優勢なオーストリア軍は山頂を占領。しかし、夜明けにイタリア軍は機関銃を使って反撃、山頂を取り戻した。激しい戦いは、オーストリア軍が撤退した午後1時まで続いた。この戦闘には女性であることを隠して、オーストリア軍に従軍したビクトリア・サブスが参加している。ありがとうございます。